岸田首相が大炎上、高市大臣が激怒、防衛増税で、高市経済安保担当大臣が10日から11日にかけて、ツイッターにて次のような発言をいたしました。普段は出席の声がかかるおとといの政府与党連絡会議に、私も西村経産大臣も呼ばれませんでした。国家安安全全保保障障戦略には経済安全保障や宇宙など、 私のタム分野も入るのに、まあ、タムは担当と言い換えることもできますがその席で総理から突然の増税発言反応の場もないのかと驚きました企業が賃上げや投資をしたらお金が回り結果的に税収も増えます再来年以降の防衛費財源なら景気を見ながらじっくり考える時間はあります 賃上げマインドを冷やす発言をこのタイミングで発信された総理の真意が理解できません。佐藤正久議員が番組で総理発言に関して防衛力の中身を国民に説明する前に増税というのは順番が違うとおっしゃいました。閣僚も国家安全保障戦略の全文は見せてもらえず、私は担当する 経済安保と宇宙部分のみ、内容不明のまま総理の財源論を聞いたので唐突に感じた次第、などと発言され岸田首相が大炎上してしまっておりますが今回開かれたのは政府与党連絡会議ではなく政府与党政策懇談会であり高市大臣はもともとメンバーに入っていないとの指摘も出ておりますが 防衛増税に関しては、西村経産大臣からも批判が出てしまっておりますので、岸田首相には、まずは内閣、まあ、閣内において、防衛費の財源をどうするのか、一致を図っていただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました